3DO リアル、ネオジオ CD、 プレイディア、そしてセガ6番目のハードサターンがついに、はい、今回はセガサターンですね。太陽系第6惑星のサターンから来てるようですが、まあセガのね、6番目の末置き機ということでサターンのようですが、これちょっと初期型とは違って後期型なんですね。パッケージもちょっと簡易的な段ボール色をそのまま残したようなパッケージになってますね。初代の頃は金色のパッケージだったような気がしますけども、これははっきり言って段ボールの廉価版です。当時どうですかね、確か2万円ぐらいで定価で販売してたと思うんですけども、ガシャッと開けますといきなりコントローラーとかそういう付属品が目に入ってきますね。ゴムが切れてます、あれから何も触っていないようですね。デザインは白を基調にしているやつに変わってますので、コントローラーも白いです。 AV ケーブルや電源コードもちゃんとありますね。メガネ型のやつですね、電源コードは。もう一段段ボールをめくるといよいよ本体、見た印象でかいですね。でかいです。同じ世代のプレイステーションに比べても大きいように見えます。ちょっと全体的に眺めていきたいんですが、カートリッジスロットがありますね。 CD ロム機のはずなんですが、カートリッジスロットもあります。初期型は灰色なんですが、これはホワイトですね。まずパワーボタンオープン、パカッと蓋が開きます。これがリセットですね。ここにコントローラー2個入ります。なんかこんな感じの体重計最近出てましたよね。ここカートリッジインプットってなってます。拡張ラムだったりメモリーだったりを差し込むことができるようですが、ちょっと今手持ちがないので検証はできませんね。左側面特に何もないですね。後ろは結構すっきりとしたデザインですね。オープンって書いてあるパネルがありますけども、開けることができそうです。電源はこのね、メガネタイプですね。ここにいろんなものを挿すことができる拡張コネクターがあったり、AV アウトもあります。オープン、ちょっと開けてみましょう。硬い。詰め切ったばっかりで、あ、痛い。開きました。あ、こんなとこにリチウム電池が。CR2032 ですね。未だに売ってる普通の汎用型のリチウム電池です。ここにもなんか挿せるようなものがありますね。右側面。特に何もないっすね。で、背面、裏も特にないっすね。これといって、排気口と吸気口があるぐらいかなと。次はコントローラーですね。ついに LR ボタンが搭載されてますね。で、方向キーは、まあメガドライブからのおなじみのやつにボタンが6ボタンに変わってますね。 ABCD、XYZ とスタートボタンが真ん中に来ました。裏側は特にないですね。型番が見られますと。ケーブルはやや太めかな。こんなもんですかね。軽いです。これがコネクターですね。まあここにプスッと刺せばいいわけです。よいしょと。メガドライブのコントローラーと比較してもボタンの数がやはり圧倒的に増えてますね。ではテレビと接続していきたいんですが、
電源と AV ケーブルを挿すと結構後ろに膨らみますね。後ろにスペースが必要です。コントローラーは先ほど挿しました。ちょうどプレイステーション1がありましたので大きさを比較していきたいんですが、まあやはりちょっと大きめですかね。厚さもサターンの方が厚みがあります。では準備も整ったので電源をオンと。お、グリーンの LED。 あれ、年度がやはり1994年になってますね。なんか画面がスクロールしてます。このまま日付を入力するというこの斬新なシステム、すごいですね。いやいやいや、それはバグですね。バグというかミスですね。本当はちゃんとこのようにカラーで出ます。では今日という日付を再び流れ出した。これは一体やはり調子が悪いのか。サターン打ちづらい打ちづらいよ。打てなかないが打ちづらい。ああ消えちゃった。お、スタートしました。サターン、これも流れている。どう見ても異常か。 CD が入っていません。もうなぜか上からスクロールしてますね。やり直し。お、ちゃんとカラーになり変にスクロールしなくなりました。よし、ではちょっとこの辺で機能を確かめていきたいんですけども、どうですかね。これはこれなんだろう、この保存データって書いてありますが、あー、本体に保存したやつを消すのかどうなのか、初期化するのかをここで選ぶことができます。その他日付時刻言語などを設定できるようですね。こんな感じでヘルプウィンドウを表示するしないなど、その他音声出力をステレオモノラル、効果音をオンオフにするとかを決めることができるようですね。今回動作確認するソフトはバーチャファイター2です。セガサターン唯一のミリオンタイトルですね、国内ですけども。早速入れてみたいと思います。ちなみにね、セガ初の国内ミリオンです、バーチャファイター2ね。はい、電源入ってます。 CD チェック中。うん、やはり時間かかりますね。まだロードしてます。ロードは終わったようでちょっと暗転してますね。では映るんでしょうか。さあどうだ。あー、映りました。バーチャファイター2、結構これがやりたいがためにサターンが売れたと思うんですけども、サクッと出てこないのがちょっと、あ、来ました。荒木、あ、荒木じゃない、アキラですね。アキラくん、アキラ強いんでしょうか。確か主人公ですよね。このおっちゃんと勝負です。いて、いきなりパンチとはひどい男ですね。倒しました。お、カウンターなのか。ちょっと重たいなこの人ダブルノックアウト。あ、いきなりパンチして KO。 なんだこの技は。では第2ラウンドへ行きます。またお前か。よいしょ。あら、出てて。カウンター電光戦火の、電光戦火じゃなくて、電光石火のパンチですね。電光石火のウルトラパンチで倒したいですね。あともう一息。パンチパンチパンチ。おー。全然何のボタンが何のキックに対応してるかわかんないんですが、とりあえず倒しました。荒木。あ、荒木じゃね。アキラ。
はい、いかがだったでしょうか。セガサターンでしたけども、ここ日本にいるとソニーのプレイステーションとの戦いでやたらにクローズアップされていた関係か、すごく売れていたイメージがあるんですが、世界累計で見るとセガ史上最も売れなかったハードになっています。国内で見るとやっぱりプレイステーションとの戦いがクローズアップされた関係もあって結構売れました。 Nintendo 64を上回って初めて国内限定ですがセガが Nintendo に勝つというね、奇跡的なハードでありました。セガサターンの開発に携わったビクターと日立からも互換機が発売されています。なんだかんだ心に残ったハードです。ちょっとだけ続く、先ほどのオープニングの続きですが、サターン後すぐにプレステ1が発売、すぐに PCFX、 年が明けてなんとバーチャルボーイも第5世代に数えられてます。バンダイ第5世代2機種目ピピン。そして任天堂64、本命だったんですけどね。第5世代機って他にこんな感じでいろいろ出てたんですね。非常にやっぱマルチメディアだったり、まるで戦国時代のようなガチャガチャした時代でしたね。まあサターンなんですが、やっぱりね、最初の100万台まではプレイステーションよりも先に到達しましたよね。なんだかんだキラータイトルであるバーチャファイター2が牽引したのかなと思います。しかしそこはソニー、巧みな広告戦略と、計画的なコストダウンによってじりじりとねセガサターンの体力を奪っていったかなと。セガサターンの体力っていうよりはセガ本社の体力ですね。なかなか自前で作っていなかったのでコストダウンが非常に厳しかったようです。でもプレイステーションがね、巧みにいいタイミングで値下げを仕掛けてくるので、それに合わせて一緒に値下げをしていたら、だんだんね会社の体力がなくなっていってしまうという悪循環になっていたようです。アメリカではメガドライブが結構人気だったため、なかなかサターンへの移行が進まなかったという現実もあったようです。では良い週末を。